さん、これに要注意。闇属性星5確定チケットがついてくるパックが売ってるんですが、これで出てくる闇属性2人しかいません。ここのお知らせにはね書いてないんだけど、ここちっちゃく書いてある青字のところをタップすると、ここにどのキャラクターが出てくるかっていうのが書いてあって、はい、ここ見てください。シオンとベレッタしか出ません。この確定チケットではシオンかベレッタ、この2択しかありません。今ピックアップされているミリム、ベルドラ、ディアブロ、この3人は出ません。1万円で魔晶石1200個ついてくるので、普通に魔晶石1000個1万円で買うよりも一応200個お得っちゃお得なんですが、確定チケでね、今どんどん増えていっている闇のキャラが出てくるんだろうなーって思って買うとかなりがっかりすることになるので要注意です。以上短いですが注意喚起でした。したっけねー。